本当はね、うん、俺が釣ったゲンナーが、うん、この食卓に並ばずったんですけど、うん、スーパーで越されましたね。あ、なのにその主役がいないですからね、今日は。スーパーせっかく釣るんだったらね、ご飯食べさせたいけどね。そうですね。かたくなに嫌がるの、あの子は。魚苦手ですからね。スーパー的にはなんかチキン南蛮とか釣れた方が楽しいのかな。チキン南蛮好きだからだよ。鳥釣りっていうのがあったら、鳥釣り、鳥釣りさえ。ツイッターだよね、あの、うん、なんか今日これ釣れたんですよ、鳥がこんな羽ばたいてるみたいな。そう、鳥に感謝がいそうだ。鳥鳥たくって、そう、鳥たく魚たくじゃない、鳥たくって。ぜひね、海からチキン南蛮が釣れる日が来てほしいですね。釣った瞬間、甘だれとなんかタルタルソースのやつが人間の都合のいい地球だったんですよ。はい、なんとね、バンバンの得意技みたい、このパンチングマシーン。さあ、どれぐらい得意なのか、一発一発でみんな回ってますよ。最後、最後バンバンだ、最後バンバン呼ばれてるから。リスナーさんから自分このシルバーシャンプーもらったんですよ、うん、でそれを使って、うん、使った結果なんか髪の毛がおかしいことになって今ずっと帽子かぶってるんですよ。先生、ハゲたの見てください、やばくないですか。何これ、何この色、やばくないですか。え、シャンプーで違うだろ、こっち来て右下あるんですよ、そういうなんかシルバーシャンプーなんかピンクになってる。何色これ、ピンクなってる、うん、リューチェル、リューチェルチェルチェルランドしてる。ヒッチェルなってる、ヒッチェルヒッチェルなってる、ヒッチェルなってる。論文の厚紙ぐらいになってますよね。これ全然銀髪を保つシャンプー。そう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 、そう、あ、銀じゃなかったから、そうそうそう、金髪やった結果こうなった。そのシャンプーの用の色を使わないといけないんだ。そう、なるほど、失敗した。なんか天才が作るケーキみたいな。パティシエ界の新鋭みたいな。美容師系 YouTuber が見たら多分モノモノスケなんでしょうね。俺に対しての多いかな、アメリカわさび。アメリカわさびちょっと多いかな、これ。どう食べれる、食べれるかもしれない。そうですね、匂いからまず一回これ伸びるやつだっけ、伸びるわさび、伸びる、伸びる、やってみて、伸びるわさび、うん、すごいアメリカわさび、あの、まあ、なんていうか、あ、いいね、面白くねえな。うまくないなって。匂いは多分全然わからないですよ、それ。どうかなと思う。これがまず何なのかがわからないっていう。これ、わさびではないですよね。食べ物で遊ぶな。食べ物で三択使う、三択使う、三択使う、また来た、また来た、寄ったけ正式名されますからね、ちゃんと、うん、はい、1、星の砂、うん、2、空の砂、うん、あマジで難しいやつだ。3、時の砂。さあ、どっち、難しいですね、難しいですね。4、4聞いてくるか。アラビーバー。悩む、難しいぞ。ヒントが均一すぎるぞ。一応テレフォン使ってもいいよ。俺を使ってもいいから。誰に。1番、星の砂。星の砂、見てる、ファイナルビーバー。ファイナルビーバーね。食べていいよ、じゃあ。さっきの結論で食べ物ではない。答え言わずに食べていいよって。食べ物ではないって聞いたんですけど。あ、本当に。